生命豊かな水の星、地球。現在870万種もの生物が住んでいる星です。この繁栄も長い長い年月を経た進化の歴史の上にあります。私たち人間も、空を飛ぶ鳥も、大地を駆けるライオンやシマウマ、さまざまな動物たちも、みんな海の中で誕生しました。そこには一体どんな歴史があったのでしょうか。地球が誕生した46億年前を1月1日午後0時、今現在を12月31日午後24時とした1年間のカレンダーがあります。それによると、初めて生物が誕生したのは2月17日のこと。つまり40億年前の海の中、熱水の噴き出る熱水噴出口でした。私たち生物の体を構成する物質の一つに炭素があります。当時の岩石にバクテリアのような生物に由来する炭素が見つかっていることが、この時代に何らかの生き物がいた証拠です。そして3月29日、今から35億年前に光合成を行う原核生物、シアノバクテリアが誕生します。この頃の地球は現在と大きく異なり、大気中に酸素はほとんど存在しませんでした。そこでシアノバクテリアの出番です。二酸化炭素を使い酸素を生み出す光合成が行われるようになったのです。4月14日バクテリアがどんどん増殖し、酸素の放出も増加していきます。こうして地球の大気の5分の1が酸素で占められるようになりました。しかし酸素が持つ強い酸化作用は、当時の細胞たちにとって毒物でした。これらによって多くの生き物は繁栄とは反対に絶滅していきました。残ったものも地下や海底に潜って酸素の害を逃れたり、自分の中に酸素を利用する細胞を取り込んだりと、あらゆる工夫を凝らしてなんとか生き延びたのです。しかし生物たちにさらなる脅威が降りかかります。6月28日、ヒューロニアン氷河期の到来です。地球の気温が急激に低下し、生物はさらなる絶滅に追い込まれます。そんな中でも氷河期が訪れて2億年後、地球にとって7月26日頃、真核生物が誕生しました。これまでの原核生物とは異なり、大量の遺伝情報、つまり DNA を保存できるようになったのです。8月3日にはヌーナ大陸という
最初の超大陸が誕生します。生物も地球もゆっくりと姿を変えて進化していきます。そして14億年前、カレンダー上の9月21日になると、今度は私たち人間と同じ多細胞生物が誕生します。それまで一つの細胞しか持っていなかった生物は、生き延びるためさらにレベルの高い機能を獲得していったのです。しかし生物の繁栄はそうやすやすとは許されませんでした。11月6日のことです。スノーボールアースと呼ばれる壮絶な環境変動が起きました。またの名を全地球凍結とも呼ばれるこの現象によって、地球全体が氷に覆われてしまったのです。北極や南極だけでなく、赤道付近まで氷漬けになり、この氷は11月13日にようやく溶けました。翌日の11月14日、エディアカラ生物群と呼ばれるさまざまな生き物たちが姿を現します。彼らは硬い殻や外骨格を持たない、とても柔らかで薄い形をしていました。クラゲ状のネミエナやパンケーキ状のディッキンソニア、直径数十センチにもなるさまざまな軟体動物たちが浅い海で穏やかに暮らしていました。この生き物たちのほとんどは滅んでしまいましたが、その後には進化の大爆発と呼ばれる事件が起こったのです。11月18日、カンブリア紀の到来です。今度はエディアカラ生物群とは打って変わって、さまざまな力強い生物たちが爆発的に誕生しました。硬い殻を持つ虫のような形の生き物、三葉虫が海底を歩き、とても奇妙な生物たちが泳ぎ回ります。ヒレのある体に5つの目、象の鼻のようなハサミを持ったオバピニア、たくさんの細長い足に、背中にも多くのトゲを持つハルキゲニア、そして当時最強の捕食者アノマロカリス。古代ギリシャ語で奇妙なエビを意味するアノマロカリスは、扇形のヒレを動かして海を泳ぎながら、二つの目を動かして獲物を探し、たくさんの関節を持つ2本の前足で引き寄せて捕食しました。残念ながらカンブリア紀の生き物たちも多くが絶滅してしまいますが、海の中の繁栄は続きます。11月20日、魚類が出現し、その5日後、つまり4億年前になると、ようやく植物が陸上に進出します。その頃の水辺には葉っぱを持たず、ひょろひょろとした茎の貧弱な生物が繁茂していました。そして地球の1年も残り1月を切った
12月2日、いよいよ私たちの祖先脊椎動物たちも陸の上に進出します。先陣を切ったのは最初の両生類、イクチオステガ。現代のサンショウウオのような見た目の彼らは、重力に耐えて体を支えるための力強い背中や腰の骨、移動するための手足、呼吸のための肺を新たに備え、未知の世界へ進出していったのです。この頃、両生類よりも早く繁栄していたのが昆虫でした。70センチもの大きなトンボや2メートルを超えるムカデたち。そんな巨大な昆虫が森の中をかっ歩していたのです。彼らが今も存在していれば、私たち人間の繁栄はなかったかもしれません。12月12日、地球史上最大の大絶滅が起きました。大規模な火山活動によって大量の火山灰が巻き上がり、昼も夜も空は真っ暗になりました。この事件によって、残念ながら 90% 以上の種が絶滅してしまい、特に海の中の絶滅は 96% にも及びました。ですが、生き残った生き物たちは決して諦めませんでした。12月13日、ついに爬虫類である恐竜が現れたのです。この時代は酸素濃度がとても低く、地球は酸欠状態でしたが、恐竜たちはその環境に適応し、約2億年もの長い間地球をかっ歩していたのです。私たちの仲間である哺乳類や空を飛ぶ鳥類も姿を現し、荒々しくも見事な繁栄を生き物たちは遂げました。そして、約2週間後の12月26日、6600万年前の地球、再度訪れた大絶滅によって、恐竜は姿を消してしまいます。人類の祖先が誕生したのは、さらに後の大晦日、12月31日の午前7時でした。私たちと同種のホモ・サピエンスが現れたのは夜になってから。もう日付を超えようとする午後11時37分のこと。産業革命によって科学が発達したのは300年前。地球カレンダーでは午後11時59分58秒の出来事です。地球上では長い長い1年の歴史の中、次々に主役が交代し、繁栄を遂げてきました。幾度も訪れる大絶滅の中、生き物たちは途方もない時間をかけ、進化を続け、生き延びてきました。私たち人間の繁栄は、地球の歴史から見ると、ほんの一日にも満たないのです。